こんばんは、あさりです。今回は私のおすすめの温活とフェムケアについてご紹介いたします。年を重ねるにつれ、女性器官と生理との向き合い方は大切になると思いますので、皆様の参考になれたら嬉しいです。最後までお楽しみください。温活には欠かせない私のあったかくなる飲み物をご紹介したいと思います。こちらのうどんや風邪一や薬本舗の生姜湯です。で、おすすめなのがこの辛口の方が、さらに生姜がたくさん入っていてめちゃくちゃ美味しいです。すごい生姜の味を感じられる生姜湯になっていて、生姜湯すごい好きで、いろんなメーカーのものをたくさん試してみたんですけど、その中でもこちらが一番私の中では美味しくておすすめの一品になります。お湯を入れるととろみもつくので、ちょっと腹持ちもいいというか満足感も得られます。冬の寒い朝に飲むのが本当に格別に美味しいです。こんな感じで生姜の刻んだものがたくさん入ってます。甘みもついてるので、ただ辛いだけじゃなくって、甘さと辛さが合わさった味がします。いただきます。これ熱いので気をつけてください。とろみがさらにこう熱さを冷めにくくさせるので、猫舌の人にはすぐに飲まずにちょっと置いといた方がいいかもしれない。気をつけてください。うん、美味しい。結構生姜の辛さがピリピリ感じられます。だから心配だったら普通の辛口じゃないやつもあるので、最初そちらって試してもらって、もうちょっと辛くてもいいかなと思ったらこっちの辛口を飲んだ方がいいかもしれないです。なんか私は本当にもともと生姜が大好きで、唐辛子の辛さは苦手なんですけど、生姜とかわさびの辛さは大好きで、そういうのが好きな人はもう全然最初から辛口をおすすめしたいですこれは本当にめちゃくちゃ温まります。なので寒い日もそうですし、生理痛でちょっと辛いなっていう時とかもこれを飲むと本当全身温かくなるので、私はいつも腹巻きして、で真冬だと湯たんぽとかもお腹にして、でこれを飲むともう一発で生理痛が和らぎます。おすすめです。冬の寒い時や生理痛がひどい時に欠かせない湯たんぽをご紹介します。こちらカバーがファー素材になってるところがすごい魅力的で買いました。これは確かロフトで買いました、何年か前に。でここが蓋になっていて、ここからお湯が入れられるような感じになってます。はい、こんな感じで本当にお腹が痛い時にこれをお腹に当てるだけでだいぶ痛みが和らぐので、すごく生理痛の時に役に立ってます。あと冬はお布団の中に入れて、でプルポンも一緒に寝たら最強にあったかくて眠りやすい夜になります。で続きまして、こちらのピュビケアのかかとソックスになります。
これ、以前の動画でもご紹介したんですけど、つま先部分が空いてるので本当かかとと足首だけが守られるような感じになるんですけど、本当にこれをするだけで足の裏にじんわり汗をかくぐらいあったかくなります。で、そういう足の温かさももちろんなんですけど、なぜかかかとがすごいツルツルになるんですね。結構乾燥でカサカサしたりかかとすると思うんですけど、これ特にクリームとかは塗らずにこれをそのまま履くだけなのに、かかとのそのガサガサ感がなくなります。すごいおすすめです。こうデザインもいろいろあるので、ぜひオンラインショップで見てみてください。で、私のおすすめの使い方は、ヨガとかする方ですと通常素足でヨガはすると思うので、足先とかすごい寒いと思うんですけど、これをするとつま先はその出てるので、ヨガも体操とかストレッチとかもそうなんですけど、それ足を動かしやすい、かつ足を温められるので、運動の時とかにもすごくおすすめです。で、あとはこの腹巻きになります。これは、綿 100% の薄手の腹巻きで、一応オールシーズン着用できるように綿 100% にしました。薄いので割と洋服にも響きにくいので、結構生理の時とか真冬本当に寒い時とかは昼間洋服の中に着込むこともありますし、基本冬夜寝る時はこの腹巻きをして寝たりしています。これちょっと今も着てみてるんですけど、こんな感じで結構長さも長めなので、お腹はもちろん本当胸の下ぐらいまで守られるし、温かさを感じることができます。もうこういう感じなので、本当にほとんどキャミソールを着ているかのような感じで着られるので、全然こうモコモコしたり洋服に響いたりもしないですし、こう素材をなんか毛糸とかですとちょっと夏は暑いからなっていう感じがあると思うんですけど、こういう綿素材で選んでいただくと本当にオールシーズン使えるので本当に便利です。薄いんですけど、この1枚があるとないとでは全然違うので、お腹はずっと温めてた方がいいっていう風にも言われているので、常に毎日使っていただくのももちろんいいですし、本当に生理中はお腹を守った方がいいので、こういった腹巻きぜひおすすめなんで試してみてください。こちらアルジタルのハイジンソープです。デリケートゾーン用のシャンプーなんですけど、アルジタルはクレイの商品を取り扱っているブランドで、こちらのハイジンソープにもクレイが配合されていて、とっても保湿力の高いソープになっています。このデリケートゾーンっていうのは顔と体とは pH 値がまた違うみたいなので、そのデリケートゾーンに合った pH 値のものになっています。柔らかい泡で優しく洗い上げることができるということです。でこちらはちょっとスースーするというか、洗うとすごいすっきりするので、本当に生理中の時不快感とかあった時にこちらで洗うとすごいすっきりするので、すごくおすすめです。すごく気持ちがいいです、こちらで洗うと。でこちらがアンティームのホワイトクリームなんですけど、さっきのアルジタルのソープで洗った後にこちらのクリームで保湿します。これは香りもすごくいいんですよね。なんだろう、レモングラスやラベンダー、イランイランとかが入ってる香りで、すごく優しい香りで癒されます。ぜひ試してみてください。次に愛用しているボディクリームもご紹介します。こちら、ベレダのワイルドローズの香りです。これも本当大好きで何回もリピートしています。結構緩めのテクスチャーになっていて、こんな感じで、割とクリームっていうよりも
生味あふれるような自然なバラの香りがします。ちょっとハーブに近いようなローズゼラリウムとかに近いような香りがします。結構その緩めのテクスチャーなんですけど、保湿力はしっかりしているので、私はオールシーズンこちらで保湿しているんですけど、真冬でも乾燥するっていうことはないです。とってもおすすめです。香りはいろいろあるので、ローズが苦手な方でも柑橘系の香りとかいろいろあるので、ぜひ見てみてください。使ってるナプキンと織物シートの話なんですけど、私はコットン 100% のものを選んで使うようにしています。その理由としては、デリケートゾーンの皮膚吸収率が、腕を1倍とするとその40倍もの吸収率があるっていうことを聞いて、コットンに変えました。で、デリケートゾーンっていうのはそこから吸収されると分解する期間を通らずに直接吸収されてしまうそうなので、悪いものを吸収したらそれだけダイレクトにこう体に伝わってしまうので、それが原因で生理痛や PMS、 あと婦人科系の病気にもつながる原因の一つとして考えられているので、なるべくそういったリスクが少ないようにこのコットンのものを選んでいます。特にこのナプキンの方なんですけど、これとかはノンポリマーって言って化学物質の吸収剤が入っていないものになるんですけど、そのポリマーはその水分を吸収するためのものなんですが、その水分を吸うとすごく冷たくなるそうなんですね。ジェル状のものなので、生理中はずっとそのデリケートゾーンにそれがくっついてるような状態になるので、自然と子宮の近くもずっと冷やしてるような状態になっているっていうことになるので、ちょっとそれを聞いた時に、女性器官っていうのは温めなきゃいけないってすごい言われているのに、そのナプキンで皮膚吸収率の高い部分が一番冷やされているっていうのを知って、ちょっとゾッとしたんですね。なのでそれからコットンでノンポリマーのものっていうのを決めて使っています。以前は私はもともと生理痛はそんなにないんですけど、周期がすごい乱れていて、もう1週間ぐらい遅れるのはもうそれが普通ぐらいの感じで思ってたんですけど、こういった素材とかにこだわって使うようになってから、ちゃんと正しく28日周期で来るようになったので、それはこの効果もあるんじゃないかなと思いました。
れしちゃったらまた塩を入れる。うん、じゃあ出来上がった。今回の動画はいかがでしたでしょうか。冷えは万病のもととも言いますので、寒い時期にかかわらず体を温めないといけないと改めて実感しました。特に女性は冷えが不調につながりやすいので、積極的に温まる飲み物や食べ物、グッズを使って温活を楽しんで取り組めたらいいですよね。最後まで見てくださってありがとうございます。ぜひ次回の動画でまたお会いしましょう。